はい、どうも、えー、メンヘローズさんです。昨日はライブ配信ありがとうございました。今日、有給でございますので、えー、何本か動画作りながらね、やっていこうと思ってございます。はい。えっ、ー、と、まあ、これが、まあ、あの、一本目のニュースなんですけど、あの、中国で、えー、日本人学校の男子児童がですね、襲撃されて、えー、まあ、あの、最終的にはお亡くなりになったというところでございまして、えー、まずは、あの、ご冥福をお祈りいたします。はい。 で、えっ、ー、と、まあ、外務省とかは遺憾の良い,いというところなんですけども、これに関しては、その遺憾の良い,いだけではなくてですね、あの、もっと強い口調で踏み込むべきことだと思うし、えー、まあ、言ってしまえば、えー 事件と無関係の日本人というだけでですね、あの、襲われたあ事件でございますので、それは、あ中国の、えー、反日教育のた物ものであったりとか、まあガス抜きのためにね、えー、日本人のお店が襲われるとかっていうのが、まあ暴動、まあほほほ、本来暴動って、あの、言うたら人が集まって集会することって、あの、中国の中ではすごい統制が取られてるので、そんなことはなかなかできない中で、あの、反日の 活動に関しては、まあ言ったまあ仲間僕認というようになっている中で、えー、まあそういう土壌ですかね、えー、日本人になんかいろいろすることに対しては、まあ反日模材というか、えー、そういうような空気感の僕はまあその延長線上だと思ってるんです。えー、で、えー、まあそういうふうなところで、えー、無関係の、えー、少なくともあの何か理由があって、えーと 恨みがあって子供を襲ったっていうわけではないですし、そのご家族の関係でももちろんないですし、というようなところなんで、そういう不特定多数の人がえ日本人を狙ってもいいということを別に、まあ、それはあのやって、やれやれって言ってるとはとても思ってないですけども、それをなんか許容する空気、空気があるというような国にですね、やっぱりこう、ビジネスで行くとかも含めて、 え、渡航の制限するべきだっていう声は、あの、ツイッター上で結構上がってて、僕もそれには、あの、賛成の立場です。えー、別になんか延々にしろとか言うわけじゃなくて、少なくともこの問題をきちんと、あの、やっぱ国として、え、やらないことには、現地の、あの、日本人の人たちが、安心して生活ができないですよね、というところだと思うんですよ。確かに、あの、全員が全員悪いじゃ、悪いわけじゃない、という意見もありますけども、 あの、不特定多数の人が、そら、多く紛れてるわけですよね。みんながみんな日本人とビジネスをしてるで、えー、そら、いろんな感情があるけども、まあ、ビジネスでは関係ないよね、みたいなことを言う人ばかりではないんで、だから、そういうところ。 が、あの、きちんと確保されるであるとか、あちゃんと、やる、ところまで、えー、言及して、えー、やらないことにはですね、安心して行くことができないと思うんですよね。で、えー、いうようなところを、本当に、あの、きちんとやらないと、あの、まあ、了解審判、領空審判も最近多い,い、というところであったりとか、ああ、まあ、中国の経済状況も今悪い、中、あの、まあ、言うたら暴発、 このこの過去に、えー、6月頃にも、あの、まあ、似たような事件があったあので、えー、これが、むいたら、あの、続く、言うたら、これが、第2、第3の事件が起こる可能性も十分に考えられる中で、えーこうですかね、今のののままのその、えー、お付き合いっていうのはちょっとうは 難しいんじゃねえのというふうに思ってるところでございます。はい。えー、まあ、あの、一刻も早く、こういう事件っていうのは、 あの、無くなりゃいいのにと思いますけれども、いやいや、こういうことを、まあ、起こした、まあ、国の空気感であるとか、今まで、まあ、ODA であるとか、いろんな支援をしていた中で、第二次世界大戦中のうんたらかんたらみたいなことで、そういう思想教育みたいな形でですね、やっていったものが、まあ、あの、吹き出した形になってるとは思うんですけれども、そういうところを、こう、剥い出した教育方針 からその日本憎しみたいなところをねあのいやいや、えー、少なくとも僕はなくすべきだと思いますし少なくとも戦ったのは歴史をひも解くと中華民国と戦ったんであって日本共産党とはたたな戦ってないわけですよ、えー、っていうところもうそ,そもそも論ね えー、だから、戦ったのは台湾、今の台湾のあ中華民国とは戦ったけども、えー、で、中華民国が、あまあ、言うたら、あーね、終戦後、収めた中、えー、中国内部の構想で中華あ、中国共産党に変わったというところなので、えー、そう、あの、入り口から間違ってるわけですよね。えー、で、えー、まあね、今更その話をなんかバン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 やって、そこからどうのこうのっていうつもりもないですけども、そ、言うたら、そういうところからずっと積み上げてきた、あ まあ、えー、なんですか、ね、まあ外に敵を作るっていうのはまあよくう国としてね、えー、やることであって別に中国だけじゃまあ中国だけではなくて、えー、まあ韓国北朝鮮もまあ似たようなところがあるんでねそういう意味で、えー、反日教育がっていうのがあるんででそういうと。 にこうじゃあビジネスで行っってて本本当当にに安全ななのののかかかかどううういいも度考えるる必要はあるのかなと思いますだから日本人が憎い、日本が憎いと思ってる国と、ちゃんとお付き合いをしていくことが、そもそもね、あのー、継続的にお付き合いしていくっていうのが、本当に必要なのかっていうのは、あのー、考える、えー、時期に、えー、来ているというか、まあ、そう考えさせられる事件だったなと思っていますし、これを風化させないと、あ風化させないっていうのが、あのー、それは残った、えー、人たち 私たちの、えー、仕事だと思うので、これをもって、遺憾であるだけで終わらせるのは僕はどうかと思いますし、毅然とした対応を取るべきだなというふうには思っているところでございます、はい、朝一の投稿終わります。